GBTV。 2005年より開催されている国内最高峰のモータースポーツ、スーパー GT。 トヨタ、日産、ホンダの威信をかけた戦いが魅力の GT500 クラスと、国内外の多種多様な車両が参戦する GT300 クラス。2つのクラスが同時に走ることでコース上は常にバトル、エキサイティングなレース展開がファンの心をつかんでいる。グリーンブレイブのスーパー GT チャレンジ2021、開幕戦岡山は3位表彰台。第2戦富士は終盤までトップを快走するが駆動系のトラブルで27位。第4戦苦手な茂木で見事3位表彰台。第3戦鈴鹿は急遽川井選手に代わり馬場選手が参戦するも18位。第5戦須郷は予選 Q1 敗退、追い上げを見せるも21位。迎えた第6戦はオートポリス。よろしくお願いします。これまで全5戦を終え、ランキングは10位と苦戦中。シリーズチャンピオンのためには、このオートポリスで少しでも多くのポイントを獲得したい。もちろん狙うは優勝だ。社員メカニックたちにも気合が入る。昨年は新型コロナ感染拡大で開催されなかったため、GR スープラにとって初のオートポリス。公式練習では1位。調子は良さそうだ。なかなか今までのコースみたいにブレーキング勝負とかではなく、結構こう旋回をずっとしているようなコーナーばっかなので、やっぱそういうところはうちの車はかなり強いんじゃないかなと思ってます。まあ、タイヤにはね、だいたい柔らかいか硬いかっていう2つのタイプがあって、その辺をどう使うか、答えは出ましたか？タイヤに関してはまだ悩んでおります。僕らはやっぱ確実に今回 Q1 を通したいんですよ。やっぱこのコースなかなかオーバーテイクもできるコースじゃないと思いますので、やっぱり確実に Q1 を通すために、今はどっちのタイヤ選択が正解なのかギリギリまで悩んでます。 GBTV 公式予選の時間、路面温度は26度と想定より低い。川井選手は柔らかいタイヤをチョイスして一発勝負に出る。この予選 Q1 を突破しなければ今シーズンはもう終わってしまう。それくらいの危機感でいざ勝負。じっくりタイヤを温めてアタック開始。1分42秒752で2組2位に入る。よっしゃー、2番手。見事予選 Q2 進出。ソフトめのタイヤで行きました。まあ、確実に Q1 を通したかったので、まあ、そういう意味であまり、まあ、無理もせずっていう感じではいけて、はい、まあ、でもそれでもタイムは出たんで、はい、まあ、よかったと思います。続いて予選 Q2、 担当は地元九州出身の吉田選手。必ずややってくれるはず。さあ、吉田選手頑張ってよ。いよいよタイムアタック開始。第1第2セクターと自己ベスト更新。これはいけそうだ。1分42秒727。トップの BRZ にわずかに及ばず。2番手あとちょっと。その後31号車の佐賀選手がコースレコードを記録。吉田選手は3位となった。久しぶりの予選3位にチームは一安心。吉田選手やりました。はい、やっしゃー。コータとは、ね、違うタイヤで行ったんで、あとはそれでまあ同じようなポジションに入れて、でレースのあとはどっちがスタートタイヤになるかっていうくじ引きにちょっと運を任せなきゃいけないんですけど、それでもまあ自分たちが今回やってきてる中では最低限のところで、なんていうんですか、ベストじゃないかもしれないけど最低限やらなきゃいけないポジションだったり順位だったり、そういう部分では走れてきてるんで、まあ今のところは順調かなと思います。予選の結果、2番手はポイントリーダー61号車 BRZ、 ポールは31号車プリウス。グリーンブレイブは3番手から優勝を狙う。日曜の決勝、晴れてはいるものの空気は少しひんやり。はい、行きますよ。5秒前、4、3、2、
はい。朝からドライバー交代の練習、これで1秒でも稼ぎたいと真剣に何度も練習します。スタートはどっちだか、はい、こうたが、僕行きます。スタートのイメージ、どうやってバトンをつなぐか。考えてることはもう一つで、後ろに抜かれず、6-1 を抜いて、あとは淡々と走るっていう。なんで APR 抜かねえんだよ。 APR さんは多分離れちゃうと思ってるんで。何言ってんだよお前。それじゃあ俺もっと離れるよ。優勝するためにはやっぱ15秒20秒先輩のためにマージンつけて帰ってくる。アントラック分を稼ぐ。そう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 。そしたら俺も心置きなくタイヤ交換して。分かります。タイヤ交換分で15秒。結構ありますね。ない今回やっぱこの気温の低さ、タイヤにとってはかなりきついというか、アブレージョンというか、変な消しゴムみたいな、ね、削り方しちゃう、ところと、あとその後のピックアップ、要はそのゴムのカスがついて本来の、タイヤの性能が出ないっていう部分が、ちょっとこの気温が低いと余計出ちゃうもんで、その辺みんな大変だなっていう予想してますね、はい。GBTV。 さあ決勝の、ね、スターティンググリッドですけど、こちらが GT300 突破31号車 APR です。今回は非常に調子いいです。タイヤもねブリヂストンで同じ雰囲気なんで、まあ、こことどう前半争うか、これがね、肝になるんではないかなというふうに思います。61号車非常にもうね、とにかく予選からぶっ放して、新型 BRZ 速いです。ダンロップタイヤとこの BRZ が前半から飛ばしていくのか、それともレースラップがやっぱりちょっと走っていくうちに少しレースラップダウンして、まあ垂れてくるのか遅くなってくるのか、この辺がね、勝敗です。天気が想定よりもあのもうちょっと太陽が出るかなと思って、ローンが上がるんだったらもうちょっと内圧を落としてもいいかなとは思ったんですけど、意外に路面温度が上がらないのでちょっと調整が難しかったです。今シーズンの初優勝を目指して戦え、グリーンブレイブ。いよいよ決勝レーススタート。あーちょっとタイヤのあれだな、遅いな河合くん。タイヤが温まらず、スタートは防戦一方の河合選手。なんとか3位をキープし、タイヤが温まってから先頭開始。お、BRZ に追いついてきた。4位以降を引き離していき、2位の61号車 BRZ に肉薄。しかし9周目にあと1台、和田久さんのところ、第2ヘアピンのところでストレート行っちゃってますね。 FCY 入るよ、はい、FCY 入ります。3、2、1、 FCY 走るよね。思ったより APR さんが落ちてきて BRZ さんが落ちないですね。まあこのペースで他もきついだろうからなんとかついていきたいね。でコートより後ろはやっぱちょっとペース悪いから。11周目 FCY から SC に切り替わる。11秒ギャップ作ったのに0秒になっちゃいます。レース再開後再び61号車を追っていくが、なんとGT500 のトップを走っていた16号車 NSX のリアタイヤが外れるアクシデント。危ない。直毛 GTR が第3コーナーだ。さらにさらに48号車がクラッシュして再び SC 投入。これ厳しいですね。毎回毎回ピット時間が短いチームの勝ちだね。あの鈴鹿と同じ、全部レースはもう同時スタートでピット作業が短い順に前が出る。セーフティーカー明けに各社が一気にピットインしてくる。今もう500も300もめちゃくちゃタイヤ交換入ってます。ピット作業が早いチームが前に出ると思いますんで、社員スタッフの皆さんに頑張ってもらいましょう。24周終わりでピットイン。川合選手から吉田選手に交代。
イヤも4本交換だ。早いです。いや緊張しましたね。でもまあうまくやれたんで本当に良かったです。いい緊張感でやれるっていうのはすごい大事だと思う。すごくいい感じにできたんで一番良かったですよね。まあ、もうちょっと行きたかったですけどやっぱ思ったよりも前のブリアルセットさんがペース良かったんでちょっとなかなか追い抜くまではいけなかったです。順調そうに見えたが冷えたタイヤのアウトラップで10号車ゲイナー GTR、 65号車レオン AMG に抜かれてしまう。これが痛かった。29周目に65号車を抜き返す。さらに10号車も抜きたいのだが抜かせてくれない。あ、引っかかってる。 GTR に引っかかってますよ。レースはトップに立っていた61号車 BRZ を31号車プリウス、さらに96号車 RCF が抜いていく。真後ろにいますね。吉田君の方が早いのに頑張れ。33周目抜いていく GT500 車両を使ってようやく10号車をパス。前に出れば吉田選手のペースは速い。前2枚がやり合ってるから吉田君ペースいいから追いつくよ。頑張ってね。毎週前に走ってるクラスの車よりも1秒速いんでトップにも追いつくかもしれない。残りあと15周ありますからね。スーパーひろき君になるかもしれませんね。ついに61号車に追いついた。ければ3位表彰台に届くチャンス。アウトから行って、あ、ミスった。当たった。車は大丈夫そうね。うちの車モニター上ハザードがついてる。めげずに何度も仕掛ける吉田選手。残りは3周。今度は真後ろに11号車ゲイナ GTR が急接近。抜けるのか、そして守れるのか。あと一歩届かず。4位を守ってチェッカー。あーごめん抜けなかった。あーゲイナーとレオンに行かれたのが範囲だ。ごめん抑えれなかったあそこ。GT500 は8号車 ARTA NSX GT が今季初優勝。 GT300 も31号車プリウス BHV APR GT が初優勝。おめでとうございます。まあ、2位までは見えてたかなという展開だったんで、でもやっぱり後ろついちゃうと開幕の岡山もそうですし、全然速さが活かせないんで、まあ、ちょっとそこは課題ですかね。あのここは残り2戦につなげるあのポイントを積み重ねるレースだと思っていたので、まあ、最低限というか、あのしっかりポイントが積み上げられたのはすごく良かったと思います。ドライバーランキングは6位にアップしたがトップとは20ポイント差に開いた。まあ、あのちょっとチャンピオンラスはどうかなのか分かんないですけど、目の前のレースでしっかり結果を出せるように頑張ります。で残り2戦は相性のいいサーキットだと思うんで、まあ、そこでしっかりもうここから先はさっきも話してたんですけど取りこぼさないじゃなくてもうリスクを取ってでも取りに行かなきゃいけないレースだと思うんで、まあ、そういうレースができたらいいなと思います。残すは2戦。連続優勝で奇跡の逆転チャンピオンを狙え。